エット頑張っているけどなかなか続かない、痩せてもすぐリバウンド、更年期も重なってやる気が出ない、なんてことないですか？このままだと嫌ですよね。一日も早くダイエット卒業しましょうね。マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。ダイエットなかなかできない、続かない、その気持ちよくわかります。そこでこの動画ではマイナス10キロ痩せた私が実践している朝飲むだけで痩せるドリンクがわかるんです。ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマは朝飲むと痩せる神ドリンク3選お伝えしていきます。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのドリンクで痩せることができるの、その理由と、2つ目、朝コップ1杯飲むだけで痩せる神ドリンク3選、詳しくお話ししていきます。では1つ目の項目です。なぜこの神ドリンクで痩せることができるのでしょうか。その痩せるポイント3つあります。その1つ目は腸内環境が整うからなんですね。これとっても大事ですよ。健康的で綺麗にリバウンドなしで痩せたいのなら、まずはあなたの腸内環境を整えることがもう大前提。なぜかというと、腸内に住み着いている善玉菌、別名痩せ菌と呼ばれるその菌をね、たくさん種類を増やすこと、そして元気にしてあげること、そしていつまでもあなたのお腹の中で元気に暮らしてもらうこと、もうこれすごく大事なんですね。そのために必要なドリンクということになるんです。まずはこの神ドリンクを飲むことで、あなたの腸内環境を整えることイコール根本的な痩せ体質へとね、生まれ変わることがとっても重要になってきます。では痩せるポイント2つ目は、代謝が上がります。これとっても大事ですよね。いかがですか。誰だってそうですけれども、年齢を重ねていくと、もう自然と代謝はどうしても、ね、落ちます。特に40代超えてきた女性の方というのは、どんどん代謝が落ちる、筋肉量が落ちる、結果今までと同じ生活をしていたとしても太るのは当然ということですね。ただそれで放っておいては太る一方ということで、しっかりと落ちていく代謝をまずは朝一番で上げていくこと、上げた状態を作って1日過ごすことができれば、ダイエット効果は何倍にもアップするんですね。そしてこのドリンクがその強い味方になってくれるんですよ。では痩せるポイント3つ目はデトックスになります。これはもう大事です。まずは痩せるために入れる前に出さないといけない。要はですね、大掃除です。悪いものを溜め込んだまま、いくらいいものを入れたとしてもそれはなかなか効果が出ないということで、しっかりと溜め込んでしまった老廃物とかね、あの便の状態とかありますね、そういったものをまずは出してあげること。そうすると腸内がきれいになって、新たにいいものが入ってくるとちゃんと消化吸収できるわけですね。ですからまずは断捨離、しっかりと溜め込んできた老廃物、脂肪なのをしっかりとこの状態をね、作ることで、あなたは根本的な代謝が上がって大掃除ができて、結果痩せ体質になることができるんです。それでは2つ目の項目です。朝コップ1杯飲むだけで痩せる神ドリンク3選、詳しくお伝えしていきます。では1つ目の神ドリンクは白湯になります。ぬるいお湯のことですね。では次に白湯のダイエット効果についてお伝えします。まず朝一番起き抜けに白湯コップ1杯飲まれますと、あなたの内臓、臓器が温まるんですね。そうすると活発に内臓が動き出します。そうすると基礎代謝がですね、体が温まって、例えば体温が1度上昇するだけで代謝が 12% もアップするんですね。そういった形で朝一番にスイッチオンをね、体に入れてあげること、そうすると1日の活動が、その代謝が上がったまま使えるわけですから、これはね、味方につけた方がいいと思いませんか。でしかも代謝が上がれば脂肪燃焼効果もアップします。でまたそうすることで溜め込んできた老廃物とかね、便秘の方はちょっとお腹の調子もうすっきりデトックスすることができます。まず痩せるためにはいらないものを出してあげる方が先です。そうしないとね、いくらダイエットにいいというものを食べたとしても消化吸収がなかなかできません。なのでまずは大掃除、朝コップ1杯白湯を飲むことでデトックス、
シャリですね、お体の。そこからのまた1日スタート、腸が喜ぶような腸活メニュー、ダイエットメニューを美味しく召し上がっていかれますと、消化吸収ができて、結果痩せホルモンができて、自然とあなたは根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。ではここから痩せる飲み方についてお話します。私がおすすめの飲み方はレモン茶湯になります。これどうやって作るかと言いますと、まあ、コップ1杯、だいたい1カップぐらいのね、茶湯に対してレモン果汁が小さじ1とか2とか、このあたりはお好みでいいと思うんですけども、私結構入れます、酸っぱいの好きなので。もうね、すっきりと朝目覚めが良くなりますよ。しかもポッカポカで、どうかすると朝からちょっとじわっとね汗が出るぐらい体がめちゃくちゃ温まるんですね。そうするとその日1日代謝が上がったまま、あなたはもう気持ちよく過ごすことができますし、朝からねビタミン C 補給もできますし、もう何よりも気分がいい。おすすめはですね、私は無添加のレモン果汁を使ってます。ちょっと朝からねレモン絞るのも大変じゃないですか、忙しい、バタバタしてますからね。なのでそういった無添加のレモン果汁 100% のみでできているね、そういったレモン果汁をいつも私冷蔵庫に準備しておいて、朝それと置いていく、割るっていう、これすっごく美味しいのでおすすめです。では2つ目の神ドリンクは無糖の炭酸水になります。ここポイントです。完全な無添加でお願いします。香料とか甘い砂糖、人工甘味料が全く入っていない水と二酸化炭素の、もうそれだけの原材料の炭酸水用意してください。では次に炭酸水のダイエット効果についてお話します。炭酸水を飲まれると腸の蠕動運動が活発になるんですね。その結果あなたの腸が元気で動き出す。そうすると結果代謝が上がって、しかも食べたものが消化吸収しやすくなるので、しっかりと栄養素をね取ることができるんですね。そうすると痩せるために必要な痩せホルモンの材料が栄養ですから、そういった形でもうどんどんあなたはですね根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。また体内にその炭酸ガスが入ることで消費エネルギーがアップするんですね。燃やす力が上がるわけです。なのでこういった状態を朝一番から作っておくっていうのもすごくダイエット効果があるんです。また何といってもカロリーゼロ、しかも疲労回復効果もあるので、ちょっとねお疲れ気味の朝にはこの炭酸水飲んでみましょう。では次に炭酸水の痩せる飲み方注意点お伝えしますね。私は炭酸水もう完全に無添加のものを選んでいます。しかもお水ができれば天然水でできた無糖の無添加の炭酸水、これすごくおすすめ、めっちゃ美味しいんですね。そしてもう一つポイントがあります。飲むときは必ず常温で飲みましょう。冷蔵庫でねキンキンに冷やした炭酸水を朝一番カッとか飲むとですね、お腹が冷えます。先ほどのお伝えした白湯と真逆ですね。せっかくやっぱりお体はですね温めた方がいいんです。絶対冷やしちゃダメ、特に女性はそう。なのでこの炭酸水もせめて常温、ちょっとね温めるという方もいますけれども、せめて常温かホットの炭酸水飲んでみてくださいね。ただ炭酸水、特に強炭酸水なんかは刺激が強いですね。ですからもしあなたがちょっと今日ね胃の調子悪いなとか、ちょっともたれてるなっていう時は刺激が強すぎるので控えていきましょう。では神ドリンク3つ目はこちら、リンゴ酢ドリンクです。リンゴ酢ドリンクのダイエット効果なんですけれども、もうこれはですねまず脂肪燃焼効果が高いですね。でお酢と言ってもなぜリンゴ酢なのかというそのポイントがあります。なぜかというと、たくさんあるお酢の中でもリンゴ酢が一番酢酸という成分がたくさん入っている、イコール腸の蠕動運動が活発になって、要するにね腸がすごく元気になってくれるんですね。そうするとやはりあなたの代謝が上がったり、デトックス効果があったりっていうダイエット効果が加速するわけです。でまた嬉しいのが血糖値の急上昇を抑えてくれるのがこのリンゴ酢ドリンクになります。どうしても朝食べますと血糖値が上がりますね。ただ朝一ね、例えば菓子パンとか白米とか麺類とかね、急激に血糖値が急上昇するものを食べてしまうと、その間一気に大した量食べてなかったとしても太ります。なぜかというと脂肪がめちゃくちゃその間に溜め込んでしまうからなんですね。じゃあどうすればいいのか、その急激な
血糖値の急上昇をこのリンゴ酢がぐっとね抑えてくれる効果があるんですね。なのでまずポイントはお酢だったらリンゴ酢を使いましょう。でこのリンゴ酢もポイント、お砂糖とか余計な添加物が入っていない純リンゴ酢を選んでくださいね。ポイントは原材料名をチェックしていただきます。するとそこにねリンゴ果汁 100% のみでできているリンゴ酢でしたらどのメーカー問わずおすすめになります。ではここからリンゴ酢ドリンクの痩せる飲み方とレシピをお伝えしていきます。まず作り方レシピはこちらです。簡単、白湯コップ1杯、まあ、約ね1カップ 200ml に対して純リンゴ酢大さじ1、そしてピュアな無添加の蜂蜜大さじ1、これをよく溶かしたら完成です。そしてもう一つおすすめの飲み方あるんですけども、ちょっと酸っぱいのが苦手とかね朝からちょっと負担が、確かにお酢ちょっと刺激が強いのでそういった方はですね、左右の部分を無調整豆乳に置き換えて豆乳リンゴ酢ドリンク作ってみてください。これも本当ねちょっとデザート感覚で召し上がっていただけるぐらい美味しいドリンクになっておりますし、また朝からしっかり豆乳でねタンパク質も補えますからおすすめになります。そしてここで注意点があります。ポイントは無添加のリンゴ酢を選びましょうでしたが、もう一つホットで飲んでくださいね。冷たいものは NG ですよということ。そして朝起きてちょうどね胃がもたれてるなとか荒れてるなって感じた方はいきなりお食事の前に飲んでしまいますと刺激が強すぎてお気分が悪くなるかもしれませんので、ちょっと胃の調子悪い方は食中もしくは食後に飲んでみてください。さあいかがでしたか。今回は朝コップ1杯飲むだけで痩せる神ドリンク3選お伝えしました。お役に立てたらとっても嬉しいです。もし役に立ったなと思っていただけましたらいいねボタンやチャンネル登録またコメントいただけますととっても励みになります。それでは次回の動画でお会いしましょう。